ハッピーバースデーおめでとうございます。いやー、いくつだった？47ですね。あ、まだそんな若いの、はい、俺も40だと 100% 9来ると思ったら47、ちょうど10個ちゃうねんな。じゃあな、はい、そうですね。いやいや、もう浜田君の日頃の活動に今まあ文句や日頃の活動に今分かってるけど多くの国民が、もう俺もついていけてないから、浜田君の。ね、ということで、この後もよろしくどうぞ、はい、素敵な47歳、はい。ということで、はい、これをど、まあ、普通、ハッピーバースデートゥーユーの後でフッてやるんだけど、さっきこれやるよ。あ、そうですね。はい、ということで、47歳、おめでとうございます。はいはい、これはもう女性の方、俺、これで、秘書の方から。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ということで、あの人の誕生日を俺やるよ。自分がやるのが苦手やから。ありがとうございます。必要なものだと思って、はい、秘書で考えて書いてます。はい、ありがとうございます。はい。名刺入れかな。はい。はい、ありがとうございます。名刺入れに入ってない状態で、はい、あ、そうですね、いつもカバンから出す。そういうことね、こんな感じで、はい、名刺入れが必要そうだなと思って、持っておった名刺とわっとがる名刺をごちゃ混ぜにしてるんです。はい、あっちの林由美さんって方からあの、はい、名刺いただきました。すごい、はい、あ、ちょっとそうですね、もう早速もう使おうと思います。いいですね。あ、ありがとうございます。あ、本当だ。え、名前見せてもらっていいですか。どこだ。どこですか。あ、表ですね。あ、ここです。ここです。あ、はいはいはい。あ、すごいすごい。すごいあ、はい、ありがとうございます。小さく名前が、はい、書いてあります。ありがとうございます。おー。あとは、ありがとうございます。こちらはボールペンですかね。はい、ありがとうございます。ちょうど今、ね、あのここに入れてるやつがインク切れかけた。おー、はい、インク切れかけたのがあまりにも俺はやけど、はい、浜田君の場合はいいやつしてると思います。まあ、使い捨てっぽい、ぽい、まあ、はい、はい、はい、でも、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。